こんにちは、キューピーです。こんにちは、ホットステーションの家です。何週間ぶりですか？2週間ぶりぐらい、なんか久しぶりのような気がしますね。3週間ぶりぐらい、そんな経ちますかね。9月ですね。今日最終日なんですよ、9月30日ね。9月、23は来られてないでしょうか？その前来られました、うん、確か来たような、来てないような。来られてありました。もうちょっと記憶が薄れてる。記憶が薄れてますね、はい、もう50代なんで。はい、あのついに今日でね、あの佐賀はマンボウ、はい、効果は緊急事態ですね。解除だって明日から10月なので、あのやっとこう合宿所空いてますそうかそうか、予約もね、はい、入ってきてるということで、はい、だけど丸々 100% 戻る感じではないですね。ないみたいらしいですね、うん、なんか今日何件かこうちょっと福岡の方ですね、あの、はいはい、飲食店ちょっと顔出して聞いたりしたんですけど、なんかお客さんは戻ってきてるんですよ。今日お客さんは戻ってきてるんですよ。ああ、まあいいことですね、うん、まあ、接骨院さんとか、はいはい、まあ、そのラーメン屋さんにしても、はいはい、お客さんはね、もうなんか今までだとちょっとこうガランとしてた感じが、つくづく戻ってもう、あの、お客さんいるわみたいな感じで、まあ、いいことですね、忙しそうだなっていう感じで、はい、ついにほらして、明日から10月だから、そうです、ね、このままの流れでこうみんなね、戻ってくるんじゃないかという感じなんですけど、時間は何時までですかと、今で大体8時ぐらいで閉めたじゃないですか、うんうん、はいはい、で聞いたら、いや、まだちょっと初めの方はちょっと8時までしか営業しないと、はい、でお酒もまだ出さないとかね、はい、まだ8時までは出すけ ど、 なるほど、それ以降は出さないとか、うん、なんかまだいろいろこう 100% エンジン全開とは、まあ、前みたいなですね、うん、行かないみたいな感じ で、うんうん、でなぜですかって聞いたら、そのまだその認定証っていうと、なんかあるんでしょ？あるみたいですね、うん、それがまだ来てない、来てないから、うん、そうだからなんですね、うん、あ、じゃあいきなりで10月になったけど、いきなりドカーンじゃないんですね。ないですね、少しずつ少しずつなんですね、うん、だからちょっとね、まだ思ったよりはね、だけど大体あのお客さんの人数っていうかね、戻りはね、まあ、していくと思いますよ。あの、はい、あの、いきなりまたバーッと増えない限りは、はいはい、うん、まあ、よしとするしかないですよね、考え方としては、はい、そして、ついに、そしてホットステーションも、はい、まあ、ホットステーションさんはね、もう全然相変わらず絶好調なんで、ちょっとご説明させていただいていいですよ、どうぞ、はい、すみません、来週の木曜日、あの、うん、そちらの、未来湖館で催事をさせていただきます、はい、でこちらはいつも正直言いまして、あのメニューが一緒だったんで、ちょっと今回変えてます。今回いろいろちょっと種類も入れて、はい、あのちょっと変えてます。例えばチキン南蛮とか、はい、麻婆豆腐とかカニクリームコロッケとか、うん、とか手作りのカレールーを、まあ、いわゆるよくおっしゃっていただいたご飯はあるけどカレーのルーパターあれしたらカレーライスご家庭でできるねとか、そういうちょっとこう、うん、あの要望もありましたんで、すごいそんなのを入れております。これでもだからこれだけいっぱい入って500円ですよ、はい、それともう一個特典として、皆さん来られた方3時からはもうタイムサービスで、まあ、弁当はちょっと抜けてますけど、こちらの単品の方を1品どれでもいいんです、うん、半額にさせていただきますので、おうおう、はい、そういった、ちょっとこう、じゃあ10月からまたちょっと 新メニューというか、はい、新企画で、そうです、そうです、ちょっと1回でもいいからちょっと別のものをしようかな、ね、来週の木曜日ですね、はい、10月の7日、7日ですね、うん、11時半から6時までそうです、ちょっとやりますということ で、また3時からタイムセールもしますということで、そうです、そうです、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。これ弁当も全部一品一品手作りでしてますんで500円税込みです、はい、そうですね、皆さんよろしくお願いします。幕の内弁当並みになんかすごいですよね、すごいです、量がこれ本当すごい、自分で言うわけないけど、なんかこれごま弁当になってますいやこれ町長、これは今日のね、あの町長のウーバーです。いや最近ちょっとあのピンクパンダかもしれませんけど、お忙しいだろうということで、はい、ちょっと僕がちょっとあのちょっとウーバーで取り飯、いえいえ、これ
玄米ご飯、玄米ご飯にごま塩をかけ、いっぱいかけてます。ごま塩ふりかけ、はい、でそれにもう野菜不足だろうという感じで野菜たっぷりを入れました、はい、野菜炒めをですね、はい、でそれに久しぶりに大根の煮物ですね、はい、でこっちはナスビのそぼらんかというようなイメージで、まあ、お肉ちょっと入ってますけど、下お肉が埋まってますんで、はい、探してください、まあ、基本はちょっとこう野菜を取っていただこうという兼ね合いのもとにちょっと、最近長女は来ました、来てない、最近でも忙しいんでしょうね、そうですね、全然ですね、先週の日曜も来られるかなと思ったけど来られてなかった、うん、ちょっと待ってくださいね、いつやったかな、多分20日前後に1回来られたような気がしますね、うん、そう、自分の方もなんか9月バタバタしとったで、あ、ちょっと記憶が、はいはい、記憶が飛んでますよ、た確か21か2あたりご来店いただいたような気がするますね、ただそれからちょっと、はい、うん、まあ、だからちょっと今日久しぶりにまた会えるんで、また、はいはい、ぜひちょっと食べてください、そうですらしいですはい、そうですね、10月入ってまた、あ、今日は9月ですけど、はい、10月入ってちょっとまた来週も一発目来る予定なので、なるほど、はい、その時はまた、はい、私は未来区間でしましょう、あ、そうですね、未来区間でちょっとね、ちょっと広々としたところで、広々として未来区間でまた全然場所変えてですね、ちょっとやってみると面白いですね、はい、面白いですね、じゃあそういうことで10月7日は来週未来区間でやりますのでよろしくお願いします。じゃあ10月から頑張りましょう。頑張りましょう。はい、さよなら。さよなら。